おはようございます。爽やか五郎でございます。さあ今年もやってまいりました。この季節でございますね。静岡県浜松のこの弁天島駅やってまいりました。はい、そうです。今回もここから、まあ、歩いて15分ぐらいの場所にあります渚園で行われる夏 RV 感謝祭2023、ね、キャンピングカーの感謝祭としては日本で多分一番大きいイベントだと思います。2日間僕も楽しんで、キャンピングカーユーザーのみんなとねいろいろ遊んで、楽しみたいなと思っております。それでは行ってきます。俺ら仲間だろう、一緒に笑ったろう。さあ渚園到着しましたが、もうね今まさにキャンピングカーがガンガン入ってきてるところでございますよ。すごい数、本当にこれが揃った時はね絶景なんで楽しみにしてます。さあキャンピングカーが誘導されてどんどん中に入ってまいります。そしてこちらがステージですね。今年もいろんな商品がすごいずらずらずら、これがねビンゴ大会だったり抽選会だったりでいろいろ当たるんです。すごいよ。さあそれでは皆さん準備が始まって席を取ってくる方もどんどんいます。さあ始まるぞ。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本日はどうもありがとうございます。はい、セクションの鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあお願いします。はい、行きます。行きます。行きます。はい、チーズ。あ、OK、ありがとうございます。大浦さんがなぜかもう決着しているというね、なぜなら。さあそれでは、まあ、今からライオンさん、ネコさんチームは砂の両サイドに分かっていただきたいと思います。ちょっとです、若干ボサボサ。さあキャプテンのカバンが欲しい気持ちが勝った。カバンなんてもらえないのに、カバンさあ来るか。終了。待ち合わせは裏の神社、4時間待って誰も来ない、書いてたのはお前か。背中にね札のシール、はい、これだ。最初はグーじゃんけんポン。はい、グーでもいいです。勝った人のみ、勝った人のみが勝った人のみますね。すいません、スワットボーダーのみたいです。やってきます。はい、じゃんけんポン。ジャニー、もう一発いけよ。もう一発いけよ。手挙げて、手挙げて。ここなんですけども、なんかすごくないですか。なんか一個の飲み屋街が出来上がっちゃってるかなぐらいのこの感じ、すごい。言うと神野優斗、ただいま17歳でございました。はい、現在8時15分、もうね後半のライブも佳境を迎えているわけですけども、とにかく寒い。すごいね、
昼はもう暑すぎてたまったもんじゃないと思ったけど、夜寒いっすね。ギンギンに冷えてまいりました。はい、でこの後はまた花火などがあるので、まだまだ夏感謝祭盛り上がってきます。あと一頑張り。そびー8 7 6 5 4 3 2 1、いけいたしまして、まあ、みんなバーベキューで打ち上げしております。初日はね、とにかく天気に恵まれてめちゃくちゃ盛り上がりましたね。さすが日本一の。おはようございます。一人言ってますか。一人言じゃないです、一応 YouTube の。ああごめんなさい。やばいでしょ、一人言喋ってたら。そう、日本も作りたい。初日無事終了したという、はい、また明日もあります。ありがとうございます。おはようございます。お願いします。おはようございます。2日目始まりました。天気はね、ちょっと曇りがかってますけど、まあ持つんじゃないかって言われてますけど、なんつったって寒い。そんな寒かったっけってね。来年の渚もね、多分同じ時期だと思うんで、ちょっとこの動画を見て寒かったってことを思い出す。そうか。持ってますか。7時50分。これから、9時からラジオ体操スタートしたいと思います。じゃあ今日も一日楽しむぞ。さあ皆様、ラジオ体操行く準備をね、こう手を広げてね、こう、はい、ちょっと周りの感覚を取っていただきたいと思います。はい、ラジオ体操お願いします。リーチの方がいらっしゃったら前の方へお願いいたします。リーチの方増えてきました。はい、リーチさん、リーチさん。さあ、ボードコンテストの1位ははい、サニちゃん、サニちゃん様でございます。
緒に笑っただろう、共に泣いただろう。